本日はですね、長崎市にいますけれども、今からですね、船に乗って五島列島まで向かいたいと思います。五島列島ですね、五島うどんというのを食べてみたかったので、向かってみたいと思います。いやー、楽しみだー。はい、なわけで五島市に着きました。なんかね、佐渡島っぽい感じがしますね。佐渡島もね、いろんな人に出会ってめちゃくちゃ楽しかったんで、この島でもなんかいろんな出会いがあればいいですけどね。ただですね、うどん食う以外何も決まってないのでどうしようかなとりあえずホテルチェックイン前だけど荷物を貸してもらえるか、聞いてみたいと思います。荷物はちゃんと置けたんですけども、さあどうしようかな。自転車とか借りれへんかな。自転車借りれへんか、ちょっと探してみよう。おい、ここは商店街っぽいっすね。お姉さんに教えてもらった、ビーチがもうすぐあるので、そっち向かいたいと思います。よいしょ。あー、なんかのどかですな。おー、めっちゃ透き通ってる。きれい。すごい。いやー、めっちゃね、気持ちいいっすわ。ほぼいない。皆さんが一人で読書してるぐらいで、誰もいないし、プライベート感あります。はい、自転車でね、いいところはこうやって脇道に綺麗なとこあったらすぐ止まれるところが、ね、すごくいいですね。で、ここの桜めっちゃ綺麗やもん。こんな川沿いに誰もいい品種。お姉さんが言ってたマグロが回遊してるいけすでございます。はい、中ですね、教会というところで、かなり大阪な雰囲気でございました。中はですね、撮影禁止だったので、すごい綺麗なステンドグラスとかあったんですけどね、まあ、それは目に焼き付けといて思います。でね、歴史的なところを改めて日本史とかちゃんと勉強しとけばよかったなと思いますよね。なんかあるみたいやし、行ってみます。なんか気持ちいい。涼しいな。どこ行っても眺めがいいな。おお、すごい。なんかトトロの世界とかに出てきそう。はい、お姉さんに教えてもらった、スポットは全部巡りましたので、そろそろ、町の方に戻りたいと思います。五島うどん美味しかったですね。細麺でツルツルで、うどんというよりね、そうめんとうどんの合いの子ぐらいの大きさでしたね。いや、だしもね甘くてすごく美味しかった。めっちゃ疲れてたから水ガバガバ飲んでもらった。あー、楽しかったです。目閉じした。おいしょよいしょ。じゃあね、自転車を返しに行きたいと思います。おお、何おしゃれ。めっちゃおしゃれやん。で、気になる眺めはドン。おう、まあそうだよな。どりゃ、お、ちょっと硬め、思ったより硬めでございます。はい、それでは飲みに行きたいと思います。今からですね、自転車のお姉さんが、おすすめしてくれた居酒屋に行きますので、そこはですね、普段、当日ではなかなか予約が取れないぐらい人気なので、すごい、楽しみにしております。めっちゃいいとこですね。あと、思ったより島が広すぎて、多分一日絶対無理。そうそう。近くでもサイクリング。そう、サイクリングして、あれ意外に遠いぞと思って。いいですよね。びっくりしました。めちゃくちゃ美味しかったです。で、自転車屋さんのお姉さんの言う通り、いろんなものを出してくださって、新鮮なお魚とね、大将のいろんなお話が聞けて、すごいいい店でした。いやー、マジでいいな。本当にここは人気店という理由が分かるという感じでした。あ、どうしよう、この後飲みに行こうかな、帰ろうかな、ちょっと迷い中。一応減量中なんだけど。お知らせするので安心です。なんかもう俺事務所だった。はい、戻ってきました。地獄炊きすげえうまかったですね。屋台のおっちゃんが食っとけって言ってたので、食べてみましたけどもね、やっぱ生卵と、あごだしに絡めて食べるってすごく美味しかったです。もう腹パンパンです。まだね、10時ぐらいなんですけども、まだね、お店開いてるとこあったんですけど、さすがもう腹パンパンなので、今日はもう寝たいと思います。いやー、最高だな、五島列島。いやー、では、おやすみなさい。キア。はい、今日はめっちゃいい天気ですね。今からですね、長崎市の方に船で戻って、屋台のね、大将に、お花見一緒にしようと言われましたので、そこに参加しようと思っております。いや、めちゃくちゃ楽しみですね。まさか長崎で、花見をするとは。で、1泊2日ですごい短かったですけども、すごい大自然がすごい綺麗な島で、いやー、ぜひまた来たいですね。人もいい人ばっかりだったし、いやー最高。2泊3日咲いていたいな。よし、ではこれで終わりです。